こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今年は初詣になかなか行けなくて、どうしてもやっぱり行きたいなと思って一人で荒谷山神社っていう、商売繁盛の神社ですかね、に行ってきました。三脚を持って三脚を立てて自撮りしています。人は来ることは来るんですけれど、なんか途切れる時があるので、そういう時を見計らって三脚を立てて撮影しています。鳥居がたくさんありました。今はコロナの影響で試着もなかったし、なんかとても珍しい石があって、それをこう持ち上げるとなんかいいことがあるっていうような、3回持ち上げる石があるはずだったんですけど、コロナでそれもなかったです。なんでもない平日に行ったので、人は少なくて、もう3月ですからね。なので雪は残っていたんですけれど、撮影がしやすかったのが YouTuber の私としてはありがたかったです。あちこちお参りさせていただきました。ものすごく良い騎馬で、私この神社好きだなって思いました。雪がたくさん残ってましたけど、でも暖かい日でした。とても気持ちが良かった。もうほんとここ気持ちの良い神社でした。鳥居をたくさんくぐって帰ってきました。すごくね、なんか本当に良い騎馬で、木のパワーに満ちた気がしました。
富士山の裾野だけがちょっと見えていました。もうちょっとね、よく富士山が見えるところで撮影すればよかったんですけど、ああ、富士山だと思ってちょっと撮ってみました。せっかくだったので浅間神社にもお参りしました。ここは何度か、支部の皆さんと来ている神社です。そしてまた山梨に引っ越してきてすぐにまた来たことがある神社です。やはり柄杓はありませんでした。新屋山神社とはまた違う気が満ちている感じがしました。気の強さとしたら新屋山神社の方がいいかもしれません。お参りをして樹齢1000年の杉の木を拝んできました。さすがに浅間神社は他の方がちょっと映ってしまいました。たまたま奥でなんか煙が出てるなと思って見に行ったんですね。そしたらお焚き上げをしている場所があって、そのおじさまにお話を聞くことができました。そのおじさまの紹介してくださったちっちゃなね神社にこの後行くことになります。ああ、ここでおお焚き上守り、げ。そういうものを毎日やってる。あ、そうなんですか。こちらにもたくさんありますよ。あ、そうですか。もう親御さんがね、買うときは、もう一生懸命だから、ここへ来るとね、そうだって、一生持ってるわけにいかない。こういうお焚き上げに。で、その他に、ご神木の葉っぱが落ちれば、それもここで、ああ、そうなんですね。もうしてるんです。ああ、初めて知りました。すごい。250メートルぐらい歩いた先にありました。とても御利益があるお社なんだそうです。なんかこんなところを教えていただけたのもラッキーでした。この大塚丘っていうんですかね、あんまり知らないんじゃないかな。
こにお参りしてきました。ちょうど富士山に笠雲みたいなのがかかっていて、よく見えませんでしたけど、でも露天も河口湖に寄って帰ってきました。風が強かったですね。やっぱりご飯は富士山なんとか見えました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんにも良い気が伝わりますように。ではまた。